はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。16時34分になりましたけども、ここから私がね、何をしようとしているのか、もう想像している方いらっしゃるんじゃないですかね。これ4時間足なんですけどもね、この引いた2本のゾーンが何かを物語ってますよね。1時間にしてみますよ。さあもう私が何をやろうとしているのか、お分かりじゃないですかね。ここですよ。こういう風に行こうと思ってます。もちろん当たるか外れるかそんなのは分かりません。ただ私の今までの、FX の考え方でやるとここは売りでエントリーしない手はないかなと思ってます。もちろん買いに行くっていう方向も見えるんですよ。第一予測、第一仮説は売りですね。第二仮説は買いでゾーンを突き破るでございます。皆さんはねどういうふうにお感じでしょうか。これね今日中に勝負つくと思いますよ。ちょっと注目ですよね。